王なる生、王なる生から1797年は中国新大の交渉学者。字は大鳥。号は雷道、西宗。晩年は西志古寺と合した。大宗州家庭圏の出身。妹は千台金の妻。幼少の頃から、経学をめぐま胸から、私文を陳徳仙から学び、17歳で生意になり、1747年に里見に、 合格、1754年に、新四球大した。菅は、内閣学士、礼部次郎にまで進んだが、失脚して、光禄寺教に落とされ、たまたま母の死にあって、菅を自て帰教して、蘇州で諸子として、ご反省を過ごした。その一方で金銭への執着心が強く、官僚時代に、民衆から、多くの作取を行ったと非難され、将、は、 大西宗のドンという一文を書いて批判したほどであった。学問的には、白木学を志し、軽学においては、提言を理想とした。また、中国の伝統的な図書分類法である四、部分類の各分野すべてで著書を残そうと志して、それを実現させた。私学では、軽学の手法を応用して、生死の移動を精査し、また、小説、やし 金石文までも当たって、交渉を重ねた。電子第一項二名。吉田、大成歴史学辞典教部、小書語案、不一部、十七章、古部、画術編、雑部、公葉祭文集とされている。ありがとうございます。